おきに、お母さんのまゆです。私は今、滋賀県米原市の伊吹山のスカイテラス駐車場にいます。今日は7月の夜間特別営業日のため、いつも定時で閉まるドライブウェイが24時間営業しています。今回のお出かけ登山は滋賀県の伊吹山です。伊吹山の標高は1377メートルです。そして日本百名山の一座です。行程はここから中央登山道を使って山頂を目指します。今回は夏さんに初めから歩いてもらおうと思います。最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは行ってきます。夏さんは元気いっぱいです。登り始めました。この中央登山道は階段のコースになります。夏さん頑張って登っています。登るのが実は2回目になります。1回目はナッツさんが生後2ヶ月半の時に登りました。今ではその時に比べて体重は約3倍になっています。大きくなったなと思います。
り返るととても景色がいいです。ナッツさん順調に登ってくれています。よいしょ。はい、ナッツさん一段一段確実に丁寧に登っています。半分ぐらい登りました。ナッツさんが少し疲れてきたようなので休憩しています。もう少し休憩したらまた登り始めたいと思います。まだまだ余裕です。
山頂満喫したので下山したいと思います。下山は元来た道を戻ります。それでは下山開始です。夏さんは山頂を満喫したようです。下山してきました。お疲れ様です。やった。はい、今日の山はナッツさんと初めて歩いて一緒に山を登りました。ナッツさんがここまで歩くことができるようになってたことに驚きました。またナッツさんとたくさんの山を一緒に登りたいです。ナッツさんは楽しそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではおおきに。